スだよ。あ、ドライバーじゃなかった。さて今回は先日ザ・ロイヤルゴルフクラブで行われたプロテスト第二次予選を見事トップ通過した泉田琴奈選手を紹介したいと思います。エースゴルフクラブに遊びに行ったところ彼女が練習をしていたのでそのスイングを撮影させてもらいました。女子っぽくない？ん？女子っぽくないね。え、女子っぽく、まあ、女子っぽく、うん、49も出るんですか？すごいっすね、49。平均45、6だともう女子のトップですね。ねえ、じゃあ27ぐらい、270ぐらい飛ぶんだ。いや、どうなんですかね、うち240だと思ったら。で、240ってことはないですよね。そっからのランで、あ、たまになんかバカ飛びしてる時ありますけど、平均はちょっとキャリー。え、大体初速でどのぐらいですか？63とか。63で、今キャリーいくつって240ぐらいのキャリーぐらいですか？フェードなんで。ああ、フェードなんですか。まあ、スリーフェードしかない。うん、悩んでた。へえ、飛距離悩んでた。最近ちょっと上がるかな。おお、これはちょっとすごい逸材を。ちょっとそこから上に向けて、毎日ここにいる感じですか？試合ないときは。そう、ラウンド行かない日は、うん、朝練、他の忍さんが。なんか朝練ここでやってるよね。平日は8時から、ここでバッティングとか。ああ。最近なんだろう、テニス。そう、あれほら、誰がやってるか書いてないから。そうなんですよ。みんなで集まって。誰がやってるんだろうと思って。忍さんが見てくれて、あと、その中に入ってる子とか。あの開店前とかオープン前にこの練習場何時に開くんですか？10時？ここ。その営業が9時からなんで。あ、9時からなんだ。はいはいはい。あ、なるほどなるほど。土曜日日曜日は6時から。約1時間ぐらい。やるんですか。正面から飛ばしてる。なんかフィニッシュが松山選手みたいですね。形が好きなんですけど意識はしている。好き。スイングは意識してない。あ、本当になんか似てますよ。まあ、やっぱ再現性が高そう。大したもんだな。うん、素晴らしい。ちなみにクラブはヨネックスなんだ。
フェードですね。フェードヒッター、自分で言ってたから。それこれからだもんね、活躍するかしないかは。去年ぐらいまでは結構ピヨピヨだったの。ピヨピヨだったんだ。今年からだいぶ強い。だいぶ鍛えられて。結構ミニツアーとかね、ファミリーの人。あ、本当に。めっちゃいい感じ。ショートゲームがすごい。